医師の宝、そして地域の宝を守り未来へつなげたい。その宝の一つこそが錦川清流線だと思います。山城商工会青年部錦支部が主催し、およそ120人が集まりました。錦川清流線は錦町駅と市の中心部を結ぶ第三セクター錦川鉄道の鉄道路線です。沿線の人口減少で利用者が減ったことなどにより、ここ最近は毎年1億円前後の赤字が続き、赤字を補填している市は今年度から2年間かけて清流線の在り方を検討することにしています。集会では錦川清流線を育てる会の堀江豊会長が、廃線の危機にあった旧国鉄の岩日線が地元の住民を巻き込んだ運動で第三セクターとして存続した歴史を説明しました。錦川鉄道の広田隆社長は、鉄道の御朱印、鉄印でファンの集客が見込めることや、動画や SNS での情報発信強化、外国人観光客の呼び込みに力を入れる戦略を紹介しました。我々の地域だけでなしに、町外の皆さんや沿線沿いの皆さん、一人でも多くの皆さんに清流線に関心を持っていただく、そして利用促進の強化に図ればいいなということで。参加者からは、皆が一回でも多く乗ろうといった声や、清流線で町に来てもらえるよう魅力ある町づくりをしようといった意見が出ていました。